かにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬことめねえ。お目を出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで行くよ。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。
手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。仲間はいない。きつくね。なあ、こらえて行くよ。待って。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり。通って。よし。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。近くに来い。Damn!
よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、直撃で仕留めろ。攻撃で敵をひるませ、直撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。ついた後の隙を見逃すな。うまく避けたな。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。よい切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。お見事です。早すぎる。死ぬ前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。
それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。ないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。
こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。神、世を守る闇。地頭は城の中だね。